ございます。今日はこの前パチンコじゃねえ、あー待って、うちの声が返ってる。この前スロット打ちに行って、もう何がなんだかよくわからなかったので先生を呼んできました。レンジロー先生です。こんばんは。こんばんは、レンジロー先生。 V スポパチンコスロット部門、レンジローです。よろしくお願いします。必死に叩き込んだ、昨日今日で。ありがとうございます、本当に。それもマジでありがとうございます。わざわざそうドラクエのスロットについて調べてきてくれたっていう、ここが私たちが今日戦う店です。もう開店してんですか、その店は。これは今ね、もう開店してます。じゃあ抽選を受けなかったってことですね。その時点でちょっと期待値はもうマイナスです。あ、そうなんだ。やっぱ並んでないといけないんだ。いや、やっぱ並んで朝から一番いい台を自分が打つっていうのがやっぱ一番勝てる。なんかあるじゃん、スロットを並びに行ってあるじゃないですか、うん、先生にタメ口を聞いてしまった、あるじゃないですか、その何番みたいな。 あれって後ろになったらなるほど、いい台取られちゃってて終わってるってことってなんですか。そうだね、終わってるというか、まあだって100何番とかもありますよね。1000番とかありますからね、普通に。うち1000番だったら行かないけどな、もうその日そんなになったら。まあちょっとそうも行かないんでね、お仕事なんで。そうですね、レンジの先生はそうですね。お仕事なんで行かないとかないですもんね。すごいガラガラなんだけど、この店。香ばしい店舗ですね。香ばしい店舗ですかこれ。右も左もガラガラなんですけど、人気なくないですか、ここ。じゃあすごい初歩的なね、パチンコスロット講座コーチングさせていただきたいんですけど、はい、勝ちたいですか。それはもう勝ちたいです。今日も面構えが違います。面構え違います、はい。まあ一応子役カウンターみたいなのが一応売ってんすよ。子役カウンター、なんかもうすでに謎のワード出てきた。あ、進行度的に買えないんだ。うん、この店まだ弱いらしい。弱店に連れてきちゃった、レンジロー先生を。何、いろんなホールがあるんだね。多分いろんなホールが存在するらしい。ブルパンチはいくらでレートでやるか。なんか10コインの方だとめちゃくちゃ速攻で金が溶けるらしいけど、でも今日はレンジロー先生いるから10コインのやついこう。足りる？え、足りる足りる。400枚で勝負。あ、でもなんかコメント見るとなんかイスローの方がいいかも。じゃあイスローで。イスローね。じゃあイスローで。あ、400コインしかないのあなた。うん。いやいや、もう無理や、速攻終わるやん、40回転で終わるよ。じゃあ分かった、イスロー、イスローで、イスローで行こう。これか、3番台に行ってみよう。はい、じゃあまあここからね、はい、ここからね、このね、台は本当に勉強させていただいたんだけど、絶対パチンコスロット作ってた人が机に行った。あ、なるほど、その人が作ったやつ。これめっちゃいい台。戻します。で、うん、ここから押し方、黒いバー見えます。黒いバー見えます。そこを狙って目がけて押してください。おー、来た。そう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 、はい、基本的にここでチェリーとかスイカが来なかったらもう適当にパンパンって押しちゃって大丈夫。え、このバー狙うのなんでなの。チャンスな子役なんていう。え、激アツ。もう当たるやん絶対。え、当たった。当たった。ええ、なんでなんで。まず先生、なんで揃ったのか僕にも分かりません。え、これは7揃うんだよね。目押しなんですよ。でもやっぱゲーム前人は大丈夫これ。7 7 7 7。まあ一旦これは消化試合ということにして、あ、まあまあ、次の、あ、次のね、プラムが揃う役だったんかな、あえて揃わなかったんか、うん、そうそう、多分そんな気する。狙ってが出るまでは狙って、あ、今狙ってって今言われた。そう、あ、何してん、ちょっと暴れるな暴れるな。あ、これはチェリーだな、多分チェリー対応だから、うん、まあ、じゃあえ、ちょっと待って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 、ちゃんと見てる、ちゃんと見てる、ちゃんと見てるよ。何話を聞いて。ごめん、おっしゃったおっしゃった、字が持った、ね、ジコンが、うん、枠的にあの赤い枠じゃん。あ、これこの枠の色か。バーを狙うべきだったんですよ。そうなの。いい、今ね、狙ってってスライムの声が聞こえたから赤い7を狙っていく。どうしよう。これは緑になった、緑になった。これはスイカ、スイカです。これはスイカを狙うの。まず左にバー、うん、黒いバーね。左に黒いバーね。あ、でもスイカ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 、これがスイカ揃いで。え、これ真ん中とかもう分かんないよ、分かんないよ。こういうところがやっぱすごいスロットっぽくて、バーが通り過ぎた後ぐらいにポチって押してほしいの。ちょっと待って、オッケー、分かった。うん、バーが通り過ぎたなだよね。リプレイよりちょっと下ぐらいに感覚を押す感じ。オッケー、よしよし。うまい。
上手上手上手。やったー。え、待って待って待って。三つ目なんかやったーって言ったら押しちゃった。危ない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 。ナイスナイスナイス。行こう。オッケー。じゃあ次赤七を。あ、オッケー。これ待って、普通に自動で揃うやつな気がする。あ、揃った。なんで？救済措置として下手くそすぎる場合は最初に揃えてくれらしい。そんなのあるの。いい、え、これ熱いやつやん。霜降りチャンスよ。霜降りチャンス。霜降り柄を狙わなきゃいけないんだけど。霜降り柄を狙うのね。これさ、待って、見えにく、見えにくくね、見えにくいガスで。あ、光ってるな。ちょっとさ、チャンスってやつ一瞬見えない、これ。一瞬見えるよ、一瞬見える、マジで一瞬見える。刹那ね、一番下にバー狙い、一番下に。オッケー。チェリー止まったな。じゃあバー揃えよ。もうバー揃えよ。バー揃えるわ、ね、これ、うん、あ、まあでもこれね、揃えられなくても行くやつだから大丈夫だと思う。分かった。あ、オッケー。来た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 。はい、霜降りチャンスでございます、ね、なんだこれは。まあだから、あのメダルいっぱい158枚。素晴らしい、めっちゃもらえたじゃん。もらった。うちら400枚スタートだったのに今762ある。うわ、熱い。姉さん、これ熱いのよ。これ熱いの？これ狙いの後ろ何色ですか？赤色。パチスロは赤がいちゃ熱い。あ、そうなんだ。あ、そういうのあるんだ。ここでね、ちょっとパチンコスロットで覚えてほしいのは、赤が一番熱い。赤が一番熱い。うん。青が寒い。青が寒い。昼より夜の方が熱い。昼より夜の方が熱いのね。これはもうパチンコスロット鉄則です。あ、へえ、そうなんだ。これはもうウルパンチ得意のもやっぱバーを揃える。オッケー。そう、うまい。うまい。普通に揃うんじゃね？何して？うわー、待って、ちょっと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 待って、超霜降りチャンスじゃん。勝手にやってんじゃん。すごい。これ勝手にやってる。ってる。最強特化ゾーンだよ。これが霜降りゾーンが一番強いの？の超が一番強いの。超。何も見てないのね、あなた。何も見てない。何よ。何よ。90% でずっと続いてくの。これ投げろが。めっちゃ投げてるよ、うち。だからもう。あ、これで 10% 終わっちゃった。でも十分。え、すごい。すごい、1000枚取れた。これでボーナスが終わっちゃうか、倒しきればもう1回ボーナスができるよっていうチャレンジバトルです。これは何揃えんの？あ、ここは大丈夫、適当で。じゃあバーやろう。バー。えらい。あ、成長するよ。まあ。ただ、はい、ドラゴンがいる。え、待って、めっちゃ強いやつ来たけど、相手。最強の敵が来ちゃったんで。モモチさ、勝てないよ。クラムを揃えれば攻撃。じゃあ、ここでリプレイ外しってこと？意外に頑張れてる、これ。あ、いいよ。あ、じゃあ、耐えた。あ、でも頑張って耐えた。あ、強い。あ、だだだだだだだ、じゃあ、じゃあ。なに勝手に強調引いてる。なんで勝ったの急に。一撃必殺で倒してくれました。え、これチェリーうち自分で引いたの？はい。あ、そうなんだ。プラム狙ったのに。パンパンパンって揃えて勝手に勝ってました。あ、そうなんだ。目押し下手なのもあんまり案外一長一短説あるな。でも本来ここに赤7じゃなくてバーを狙ってたらチェリーが3つ揃ってたかもしれないね。じゃあ2個引いた時点で止まればよかったんだ、うち。そう、バー、そうそう。バー揃わねーと。バー揃えようとしてたから、うわ、揃ってねーと思って適当にバンバンバンって押しちゃった。今喋りかけた方がいいな。待って、これうちが引いたのか、本当に。真ん中に揃えたら、綺麗な7が見れる。ちょっと待って、そうだね。でもこれもう一回、ね、もう一回いけるから、これ。ここで揃えられるようになったらもう一流よ。ここでもう一回くんのよ。あ、これ天井？あ、違った。あ、左はバー狙い。間に合う。これでも、これいけるんじゃない？これ左下からこうピッていけば、うん、そう、ピッていけると思う。同じ感じでバー下すぎたぐらいで、さっきの感覚で押してもらえる。下すぎたぐらいね。これもダメ。これなんだ、これ。待って、難しすぎる、これ。ほ。あ、オッケーオッケー。7が見えるところでパッて押せば多分どっちか揃う。オッケー。で、ここはもうバーでよくて、ずっと。うん。まあ、バーと言いつつバーは出ないんだけど。これ青じゃん。寒いやつだ。そう、これちょっと寒めなのよ。寒めね。まあ、揃ったらラッキーみたいな。どっちかわかんない。まあ。オッケー、ナイス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 、オッケーオッケー。
わからん。どっちかだ。いや、オッケーオッケーオッケー。なるほどね。ちょっとずつ分かってきた、この、あの、タイミングが。帰ってきちゃった、草原に。まあでも、見て、400枚からスタートしてさ。確かに、2000になった。だから、まあこれを繰り返して、メダルを増やすっていうゲーム性だと思うんだけど、これをね、どんどん覚えてやっていくと、ルパンチはいつの間にかパチンコ屋さんに行ってる。いつの間にか並んでる。いつの間にかやってる。